それだけはレース展望です。この時間は6月17日金曜日の展望を行ってまいります。解説は競馬近畿の北野ぼうさんです。どうぞよろしくお願いします。ます兵庫ダービーが終わりました。はい。大波乱の結果に終わりましたけれども、勝ったのは信泰山復活でしたね、うん。そういうことですよね。レースどうご覧になりましたか。まあ点がね、点というか前半から早かったですからね。はい、まあ、まいたざ人気してて、えー、まあ逃げなんですけども。 やっぱりエシニシパがね、そうなんですよね。苦しい流れでしたよね。それでまあね、ニシパは結局二着残ったんですけどもね、あのペースで二着にあの残るとはさすがですねあのまも。だからエシニシパ強いですよ。強いマットいるんですよね。でも信ブ大山も復帰してから二戦ちょっといいところなかったんでずいぶん人気としてましたよね。そうなんですよね。だからまああの前回木村君にね気合を注入されたということがまあ良かったんでしょうね。 えー、10勝2勝目ダービーで復活を遂げた信濱山ということになりました。なんといっても木村武史騎手はここ6年でダービー5勝目それがすごいですねなかなかダービー勝てなかったんですが防衛大臣で勝ちますと連覇で1年挟んで3連覇と。 いや、これどこまでダービージョッキーとしてね、家畜が伸ばしていくかというとこ楽しみですね。うんまあ、来年はね、ダービーウイーク前条からこれ及びかかりますね。<や>こうなってきたらそうか。吉原ジョッキーみたいにね。うん、そうなんですよね。うん、ダービー請負人という形で、ね。はい、これもちょっと楽しみにしたいですね。はいはい、さあでは、明日の展望に参りましょう。明日はナイター競馬です。 えー、大日本プロレスカップメインレース場内でプロレスの興行もあり、はい、3試合行われる、ね、そうですねね楽楽しみ楽しみみでですす、ね、よこれね、えー、3度目の試みということになりますレースとしては第17回大日本プロレスカップ展望に参りましょうオープンと準オープンの今後を印はこのようになっていますなんといっても注目なのが2013年プロキオンステークス中央で重賞も勝っているというアドマイアロイヤルの移籍初戦。そうですよね、はいう まあ9歳なんですけどもね、うん、体的にはまだ衰えてないんですよね、はい、追い切りなんかでも好タ、まあ、も出してますし非常に若々しい体見してますからね、ここで復活するんじゃないかなとそんんな気がするんでするでけどもね、えーまあ、あのプロキオンステークスの勝ちくらいとう三3年前になるんですが、はい、ただ、その後も重症で常に上位に顔を出していたで、ね、そうですよね。うん G1 の南部杯も二度三着があるというアドマイヤロイヤル南部杯なんかこれ四年連続で行ってる出走していましたもんね。これ素晴らしいですよね。はい。で一度障害も使ったんですよね。ええ、小は二度ですか。使ってまあそれもちょっと結果振るわずということで移籍をしてきました。初戦ずいぶん北野さんも期待されての本命というところですか。そうですね。はい。やっぱ力あるということそんな感じですよ。小山君もあの沖縄とあといい感じだと言ってコメント出してますからね。あの仕上がり的にも。 不足ないですからね、はい、で対抗に1番のマークスマンですね、はいうん、これはね、あのー、2走前がね楽な2番手付けだったんですよね、それらあまりにもここが楽すぎてね、はい、前回の戦2のペースに完全に戸惑いましたよね、えー、全く流れに乗れてませんでしたからね戦、えー、4ですから、まあ、回しやると思いますやはりこの距離ならとというところですね、はい、で黒三角2 0番のマイアリエス、前走、この距離勝ちました。うん、そうですね あの問題は57だけでしょうね。はい、金量増えますからね。そうですよね、五十で今まで、あの一着も二着もないんですよね。最高が三着なんでね。はい、まあこの辺だけだと思ってます。はい。あとは四番、日見の大高新三角です、はいうん。これはね、専用の方が合いますね。はい。前回のレース見てたもんね。だから三相前打ちで。しぶとく粘ってますからね。えー、そういう流れになれば。浮上の余地あるんじゃないかなと思ってます。はい。 え、それからあとばってん2頭ですが、まず3番東方ストロング聞きましょうか。はい、うん、これはね距離がね。本当は1007の方がいいのかもしれないんですけどもね。はい、タイプ的にはね。えー、でもね。その他で、ね、両席やのは専用なんですよね。とも、はい、に23番って言ってるんですよね。だからここで前付けの競馬でもすれば。 とと変わってきてきもいいなと、うん、そんな感じはしますよね、はい、それから重症ホース、なかなか最近は、うん、上位にも来られなくなってしまった西のイーグルにもバッテン入ってますねこれはねきっかけ一つだと思うんですよ、はい、だから、まあ、今回、イターになりますよねそれと戦4というのも久しぶりなんですよね。この2点でね、はい、なんか変わってくる要素がないかなと、うん、そういう思いはありますね。はい 対コミのというところがあるわけですね、はい、そうですね。バッテン印西のイーグルまで上げていただきましたでフォーカスも見ていただきます、えー、ここは一着固定移籍初戦のアドマイヤロイヤル移籍初戦ではあるんですがやはりもうここは中央の実績を信頼してということですね相手は5点手広く流しての勝負ということでまとめていただきました明日のメインレースは第17回第2本プロレスカップ夜8時ちょうどのスタートとなっています それでは準メインの展望にも行きましょうこちらは第9レース B1 クラスの 1700m8 とショートオースの一戦です、えー、北の坊さんの本命はここです5番のララクードリオンに入りました、えー、B2 クラスあっさり連勝で通過して B1 に上がっていきましたね、うん、そうですね、あのー、やっぱり1 0 0以上の競馬というのは安定感ありますよね、はい、連帯100%ですしで前回、えー、ブリアに今、ま、勝ってるんですけどもね やっぱりブリアン、非常に調子のいい上り馬ですからね、はい、その馬を任すんですからこのララクードもかなり強いなという感じがしますよね、えー、で対抗に8番、スチブナイトですかが3走前に、ね、このララクードリオンに負けているんですよね、はい、その辺でで、ね、勝負付けが済んだかもしれないんですけどもあの時はまはあ、スローペースで向こうに早めに動かれて たぶん影響したのかなという思いもありますので、うんはい今一度、ここはまあ、刈り返すじゃありませんけどもそんな競馬になるんじゃないかなとは思ってます、えー、で黒三角が1番チャンピオンフォークこちらは昇級戦の前走が8着と、はい、ちょっと大きく負けたんですが、うん、ただ、まあ、今回おそらくこの馬の花でしょうね、はい、それと1004よりも1007のほうがいいんでね、現に3走前、えー、すっと花いった時には2着に粘れてますからねの着でしたね。 だからまあ,ああいう形で流れていけば十分上位を狙えるのかなとは思っています、はいえー、それから白三角ですが7番定型ネクサスですね、はいうんまあ、前回4着、まあ、頑張ってるんですけどもねやっぱりまあスチブナイトには勝てなかったと、はい、先着できなかったということでやっぱりスチブナイトの下の評価になってもこれはしょうがないなという感じですね。はい で、えー、あとはバッテン2頭ですが2番、早いがなと、うん、6番早いがなはねなんかあのー、B2 ぐらいまでは勢いできたんですけどもちょっと B1 でもたついてるんですよねそうですねちょっと弾けなくなってきたんですけどももねねこのままでも、ね、きっかけ一つでまた復活するチャンスは、うんうん、巡ってくると思います。んではい まだ見限れないなという感じはします。あの早い方は前走初めて中距離1008使って今日107初めて、はい、ということなんですが、うん、そうですね。だかこれもやっぱりきっかけというか何かを掴もうという思いでしょうね。えー、なるほど。もう一頭7番定型ネクサスはどうですか。はい、これちょっとね前あの前回の内容見てもでもね。エーシンカリバンですね。はい。ズブ印象はするんですよね。えー、それだけにまあ107の方がいいんじゃないかなと。うん、でまああのー。 ナイターになりますんでねちょっとその辺での、えー、変化ですよねナイターは2回目ですから前回もナイターでしたね,、うん、ねだからまあ、はい、その辺でのあの2度目で済んで、はいえー、期待したいですよねはいで。最後はエイシンカリバンのお話までいただきまして、えー、フォーカス見ておきましょうこちらは3連複軸2頭流しということで5番ララクードリオンと8番スチブナイトこの2投軸で印の4投に流すという馬券を選択してくださいましたえ、9レースのスタートは7時25分となっています 明日はナイター競馬で行われます、明日1つ注目なのがあの6レースですね、2> はい、第2エンドが3戦3勝で4戦目を迎えます、本当にデビューから期待を集めてデビュー連勝を飾ったんですがその後怪我があって長期休養、うんうん、で復帰戦がまままたた強い競馬しましたんでね,そうですね、まあおそらく勝つでしょうね、はい、能力の絶対値が違うと思うんでね <A>、まあ、スタートちょっと悪いんでね、はいまあ、その辺なんですけども、まあうん、少々出遅れてもいいハンデだろうなとは思ってます。はい えー、木曜日の開催でもル・ファンタスクという馬がね、はい、デビューから5連勝を飾って、うん、どこまで連勝伸びるかという注目が集まるんですがいや本当明日の第2エンドもね、うん、連勝どこまでというところが楽しみなので,ですよね非常に楽しみがたくさんあるという明日そして、大日本プロレスのプロレスもあるということでね、うん、これもまた楽しみですよ、ねはい、第3試合まであるということなんですが前回は第4試合もね休憩した、ね、ということなんです、ね。はい それもちょっと期待したいですね。<laughs> どうなんですか、あるんですかね。ねどうなんでしょう。うレフェリーがね、なんかのリングに上がって、はいえー、ファイトをするというシーンがまた見られるのかどうか、<laughs> ぜひご期待いただきたいと思います。今日の解説北野坊さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。